はい、サイワイドワイドワイド、イドイドはい皆さんこんばんは。六月じゃない四月十五日。 えー、月曜日時刻は午後7時を回りました伊波大使の闘牛列戦のお時間ですさあこの番組沖縄伝統の文化闘牛牛占いについて語っていく闘牛情報バラエティー番組パーソナリティーは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大使がお届けしていきますよよろしくお願いいたしますあ今日はちょっとあのマイコが休みなんではい、えー、私一人でやっていきますで、えー、先週のこの番組でもお伝えしましたはい今日の放送では 全島東闘牛大会5月12日に開催されます第120回全島東闘牛大会の対戦カードが決定しましたので今日はその話題を中心に喋っていきましょうはい、えー、先週の水曜日にですね闘牛場の隣にある石川地域活性化センターブーテン館の方で組み合わせ発表会が行われました全部で10試合もうすでに新聞などでご覧になっている方もいるかもしれませんが はい、今回の闘牛大会も内容いいです最高のカードが決まりましたもうやはりこれが前頭、これが沖縄の闘牛だというようなもうビッグマッチです風切り戦からメインマッチまでもうどれも見応えのある対戦ですねいやーすごいすごいですもう盛り上がることはまず間違いないので皆さんも第二日曜日スケジュールは絶対開けといた方がいいですねはい 何だったらもうもしかしたら石川周辺のホテル民宿など予約が埋まってるかもしれません去年の5月だったかな「あの東西琥珀」と「牛若赤丸祇園番号」事実上の日本一決定戦として言われていたあのカードがもう決まった時に石川のミスター金城の予約が全部埋まったという話も聞いておりますはいもしねこの番組あの聞いてる方いましたら徳之島の方々早めに石川周辺の宿取った方がいいですよ あと、私のおすすめとしては、最近は、あの、アンサー沖縄リゾート。はい。えー、時々、あの、去年は、闘牛プランという、送迎プランもやってましたし、宿泊した方を、うん、闘牛場まで送迎しますよという、そういった案内もありましたので、はい、そちらを検討してみてはいかがでしょうか。さあ、伊波大使の闘牛ですね。この後、8時までの生放送です。この番組は、プティフール、闘牛ショップ、牛の島、菊原工務店、 徳の島、居酒屋よいよいよ各社の提供でお送りしていきますさあ八幡市の闘牛レッスンなんかこの闘牛っぽくない BGM ですがお届けしていきましょう、えー、全都闘牛大会まず日程からいきます5月12日日曜日はい、午後1時開始ですで 今のところあの12時半から開会式で今回は12時からオープニングのアクトオープニングアトラクションもお届けしていく予定ですよ、えー、待ち時間もねあの過去の試合動画な,がなどを流しながら皆さんに退屈しないように大型ビジョンを使ってのこちょっと えー、企画も考えておりますし12時からはオープニングアクトイベントも行う予定であります現在のところね12時からはあのうるましが誇る創作エーサー団体龍神伝説の皆さんにオファーをかけていて今年はなんといっても辰年ちょっとあの龍神伝説の皆さんにこのエーサー獅子舞龍も出してくれないかということで今交渉中でございますオープニングからデージ盛り上げていこうと考えておりますで全東闘牛大会まあ 試合開始は1時なんですが、普通はですよ、だいたいイベント開始の2時間前に会場というのが、だいたいイベントの流れです。闘牛の場合はそうではありません。試合開始は1時です。なのに会場は9時にオープンします。こんなにこんなのないからね、4時間前にイベント開けるって、琉球ゴールデンキングスでもやってないよ、FC 琉球でもやってない。はい なんだったら HY ライブでも4時間前から会場するってことないはず闘牛の場合は、えー、9時会場それでもたくさんの方が並んでます去年なんて「琥珀」と「牛若赤丸」あの試合の時って9時の時点でですよおそらくね200名ぐらいはもう並んでたねはい9時のオープンと同時にもう200名近く早い人は、えー、朝7時にはもう はい、入り口前で待機してましたからだけど会場に入れるのは朝9時からとなっております皆さんご了承くださいそして、えー、今大会のまずは風切り戦から発表していきましょう風切り戦第1試合重要ですよ大会の風切り戦よくこのラジオでも言っています闘牛で風切り戦に選ばれるというのは一つの名誉であると、はい、こっからもう一気に試合を盛り上げていく これが重要ですさあ風切り線を任せられたのはあちょっと待ってくださいねなんか配達が来てます、えー、一瞬だけちょっと郵便受け取りますちょっと待ってくださいね一瞬郵便受け取りますはい失礼しました、ね、ちょっとあの郵便配達の方がちょっと困っていたので対応しておりましたはい、えー、今回風切り線を任せられたのが イラミナ・圧走全身対アンジュ彦星おお面白いですねイラミナ圧走全身えー、っとねこの牛って実は1回しか負けてないんだよな確か5勝1敗とかじゃないですかうん負けた試合があの白鵬とおおねあ何回も横取られながら6回くらい取られたかなそれで負けた印象が 強くて、うん、何戦か負けてる印象が多分みんな頭にあると思うんですけど実は1回しか負けてないんですよで前回復帰戦いい勝ち方して上がってきました風切り戦対戦相手にはアンジュ彦星ベテラン牛おイラミナ・アッソーのまさにこの全身前に出ていくあの圧力かアンジュ彦星のこのベテラン牛ならではのヒーゲーズのから繰り出す掛け技からの速攻か いいねタイプの違う2頭がいきなり風切り戦でぶつかり合いますアンジュヒコ星この牛もねあのー、もうこれで前頭大会は8月出て11月出てあれ3大会連続じゃないヒコ星ってあそうじゃないかアンジュヒヒコ星ちょっとね僕のパソコンに戦歴があるんですが 確かそうですよそううだやっぱり去年の8月に夏の全頭出てで11月も全頭出てうわ3大会連続、すげえすごいですね3大会連続ですかー、この闘牛のかっこいいところは負けた後でもこれまでの戦いの中でキャリアもう15戦20戦近いキャリアありますがほとんど連敗がない。うん で気持ちの折れない牛昔よりもやっぱりねこの体の艶とか体格見るとやっぱり痩せてはいるんですよそれでもそれを補うやっぱ経験値と技術うんここがうまいですからねまあここ最近の負けた試合というのはどうしてもあのー、11月の全東投球大会の社長戦では内容は良かったんですかけていい内容は作れているんですがどうしても相手の体重が重くて そこから持っていくことができなかった最終的には体力負け力負けという印象だったので全身とのこの体格差見るとまあ割とやりやすいんじゃないでしょうかねはい面白そうですねそして9番戦うわっどっちが勝っても早いでしょうこの試合は石山きら星みより対あかり豪樹ええー、これ三よりが体重的には8 4 0キロ で明かり号期が750なんですよ。まあ、実際もっとあるでしょうけどそれでもやっぱ体重が変わるはずなのでそれでも明かり号期側身寄りを、ね、ちょっとあの指名したというかお互いの後のうしが結構早めに、うん、この2頭でやったらどうかという話が決まったのでどっちも自信を持って挑む身寄りはあの前回、あのー、長期戦で勝ってとってもいい内容で勝ちましたから。 ああいう試合ができたらまた感動するでしょうねただこの試合はえっと石山きらシかきら星みおりはこの間はああ3月3日伊波闘牛大会合力かきやと対戦し34分22秒で勝ちました34分はあ、で今回あかり合気 豪機もタッチウズのでついてくるこの突き技、打撃型タイプでそれに対して、ミオリはまあ賭け相手が入れてきたときに切り返してのカウンター腹取り得意としているのでなんか長い試合になるようなイメージはないですねどっちが勝ってもこの打ち合い取り合いの中で腹取り決着そういった予想もされます面白いですね。の切り返速攻、まあ、三織がやっぱき 相手を警戒する部分は明かり号機何といっても、これ角いい武器を持ってて正面からの打撃、突き技があれを受けたときに身寄りがどう対応するかここだと思いますで、号機としてはやはり体重差、えー、相手との体重差そして攻撃をしたときに生まれるこの隙横、腹取りを逆転カウンター狙われないことですねいやー、風切り戦から C の9番戦2試合続けてこれ面白くなりますそして8番戦 なんか風切りとこの2試合は結構、ねこう攻守が入れ替わる激しい取り合い目まぐるしい攻防戦のようなイメージができてますが C の8番戦これいいですね長戸畜産花嵐対峰電龍神王おお、花嵐の掛け技、かけてからの押し込みに対し、龍神王前回は元徳之島の軽量級チャンピオン ドンキと対戦し20分の長期戦勝ちましたあの内容が良かったんですもう決してね素人好みではない苦労と好みのような渋いいぶし銀の戦い方あの長期戦よかったねドンキとの試合は20分ぐらい経ってから経過してからの細かいジャブを30秒ごと1分ごとに一発ずつ当てていくジャブジャブジャブの突き技で相手の繊維をそいでって最後粘り勝ちを見せた龍神王あの戦い 感動しましまた、うん、で花嵐はやっぱあの最近長藤畜産グループが非常に牛舎全体で調子がいいし花嵐のあの賭けのテクニック賭けのテクニックをさ竜神王の粘りで耐えられるのかおーお風切り戦9番戦とはまた違った楽しみ方がありますねいいバランスの対戦が組まれてますよ 速攻対決見た後にちょっと玄人好みの掛け技と粘りの対戦ここ面白くなりそうですねはい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 いやこれが前頭ですよビッグマッチが組まれております最高ですさあそれではここで1曲お届けしましょうかえー、いつも何か勝負に関する曲などもお届けしておりますが 伊波大使の闘牛列伝この後8時までの生放送となっておりますさあそれではここで一つお届けしましょうえー、っとねーあこれいきましょうかはいたまたまパソコン見てたら浜田省吾が出てきたので浜田省吾の、はい、なぜかマネーをお届けしましょうどうぞ はい、お送りした曲「浜田翔吾マネー」でございましたさあ第120回春の全統闘牛大会が5月12日に開催されます今3試合を紹介しただけでももう内容が超いいカードですはいもう最高ですこっからまだまだあとはい紹介していきますよあと7試合 C の7番戦で行う試合が古ン闘牛組合からシャ社長シャチ長もこの牛も 前東牛大会は3大会連続出場昨年の夏から続いてますねそして対戦相手が初めてですはい天津嵐おお社長が今ずーっと連勝できてて調子いいんですよねで天津嵐も今また好調キープしてますし これ面白いなぁ天津嵐は前回は今年は正月大会か1月3日合力早やぶさと対戦し18分17秒で勝利していますあの内容がやっぱ内容が良かったので今回も決まってると思うんですが対するこれ社長もずっとね一時はこの牛そうだなんか連敗をして特に大きく目立った戦歴ではなかったんですけど去年のね あれ、何だったかな？ゴールデンイィーク大会くらいか？あきら号と対戦してからのこの伸びがすごいです。うん。明らかにこう牛が変わってきてますね。これまでには？あのー、アンジュ彦星を昨年前頭で倒し、夏の前頭ではマリ流で今年3月10日弥生闘牛ダービーではそうですよ。長胴畜産の青岩ん21分24秒でそこも退けています。 はい、今人気勢い急上昇中のシャチオと天津嵐いやいいカードですねで6番戦全東闘牛大会あれこの牛って全頭出たことあるっけ待ってよあったかな、えー、元のナチュラルパンダで、えー、株式会社イハジューキ昭昭は53年生現在の名前はオロチマルはい来ましたオロチマル対 対対戦相手炎鵬の対戦のですおーいいっすね一発の破壊力に定評のあるこの炎鵬に対し掛け技のオロチマルオロチマルは一旦徳之島に渡ってでそこではえまあいくつか試合を経験して沖縄に凱旋でもともと石川の闘牛組合酒飲み同士会が飼育していたこの牛ですが現在は北部組合が所有となっています うん、で沖縄の復帰戦が今年の正月大会峰電機・龍心王との対戦連勝技を相手に長期戦で粘りを見せての勝利やはりあの掛け技と驚異的なこのスタミナ健在ですねで炎鵬は過去にやっぱあの青眼、えー、じゃない、えー、炎鵬の戦いというのはやっぱこの一発取りに行くあのイメージがどうしても印象強く残ってますオロチマルに対しさああの一発が炸裂するのかどうか これいい戦いになるんじゃないですかお互いが体重が軽量級を下す軽量級は今トップランカー争いが上位ランカーの争いが、ね、今熾烈化しているのでここで勝って1つアピールをしていきたい2頭ですうん面白いですねで5番戦これもいいよはい5番戦この牛はもしかしたらあれ軽量級のタイトルマッチに行くんじゃないかという話も出ていたぐらいの実力牛はい 町井大,大城は過去にはあのね与那国同志号ですら、えー、苦しめられた牛でそこからまた復帰戦では勝山天皇かとの対戦で評価を上げています町井大城はいい牛ですねうんそうですよ町井大城と 松山天皇の試合がこれが去年の11月秋の全頭闘牛大会でその大会では一番の長期戦35分18秒という試合がありましたそこでまたさらに評価が上がりましただからあの大会見た時にあ今後はこの牛が軽量級タイトルマッチに臨むんじゃないかというそういったね噂もありましたが 今回はタイトルではなくさあ町井大城が誰と戦うかこれ好カードですよ来ましたドラケンキラ王ですうわ最高最高町チのあのディフェンス力に対しもう最近の試合ではもう攻撃力破壊力を見せつけているドラケンの対戦これがねあのお互いが望んでいたんじゃないかなっていう最初に まああの連勝牛を戦力のいい牛をまあ条件的に最初に組んでいくんですが紅組の方に入れてでじゃあ町井大城と対戦希望する人いますかと関係者の中に問いただしたらドラケンキラオ側が立候補しましたはいいやこれ互いが望んでいたカードでファンが超見たいと思っていたカードこれがスムーズに実現したのがもう嬉しいです いやすごいねどんな戦いになるんだろう,ういやドラケンの沖縄に来てからの,やっぱあの破壊力もういい武器を持ってますしそれの使い方打撃の当てるセンス当て感の良さそれに対する待ちおしろはどんな相手にも合わせていけますしそして長期戦でも戦えていくようなそういったスタミナうまさも持っています、うん これはなかなかその牙城を崩すの難しいと思いますよさあどちらに軍配が上がるのかこれが C の5番線で行っていきます、えー、続いての4番線の紹介をしていく前にまずは一旦ここでコマーシャルです 伊波大使の闘牛列戦生放送でお届けしておりますさあ、えー、先ほど C の5番戦全頭闘牛大会のカード発表しまして C の4番戦です、まあ、あの闘牛ファンにはも,うもちろんご存知これ C の4番戦もとっても重要で C の3番戦からは軽量級中量級重量級の3大タイトルマッチになりますなのでたいねこれ C の4番戦の勝者が また次期なんかタイトルマッチに絡んでくるというか、はい、もうタイトルの次に注目のカードはここですよというものが大体4番線に組まれますで春、秋なんかはそこにね、割とこと大型牛が、ね、対戦組まれることが多いんですがもう4番線注目ですよ、はい、ある意味、もしかしたらタイトルマッチ以上に注目している方もいるんじゃないでしょうか、はい、4番線来ました。 大型牛対決、フルゲンモータース若具体対ファイティング力丸。いいですね、いいですね、重量級の中では、タイトルマッチを除けば、みんなが見たかった本当にカードじゃないですか、特に闘牛関係者は、これはね、ある意味因縁もありますから。 フルゲンモーターワ馬グテの牛主佐久川雅秀さんファイティング力丸の牛主ヘントナトモヤさんお互いが沖縄県闘牛組合連合会の副会長です副会長同士の対戦ねねこのお二人は過去に大会が対戦がいっぱいあるんですよえー、まずあれでしたねヘントナ牛丸という牛がいて 当時東昇颯を倒してチャンピオンになった変ウな牛丸あれだけ強かった最強王者を倒した牛丸だから今後どこまで防衛を伸ばしていくんだろう防衛記録を築き上げていくんだろうという時に初防衛戦フルゲンモータース王龍が挑みそこで王龍が勝って友也さんは王座陥落でそこからまた数年後また因縁の対決これもタイトルマッチでした、えー、当時のチャンピオン フルゲンモータース王龍のもう引退試合、勝っても負けても優待試合と決めていたその時の対戦がいて、ヘントナトさんの相牛、ほほじろ力丸。そこで挑んで30分を超える長期戦、またしても王龍に軍配が上がります。そうなんですよ、えー、過去に全東大会で2度、直近ではタイトルマッチを行い、敗れている。えー このファイティングに決まる牛舎、ヘントの友也さんたちはやはりここで3度目の正直、はい、勝って自分たちの,、ね、このさらに地位を高めていきたいという思いもあるでしょうただこのフルゲンモータース若くて過去には初代、2代目チャンピオンとっていますやはりこの若い力、若カグテという名前を作画さんがつけるということは相当な期待の表れだと思うんですねいろんな命名をしてきた中で うん、若具体ってつけるのはやはり特別だと思うんですよはいそんな作家さんが送り出す古典、えー、モーター総額亭これはね,ね組み合わせの時にもすぐに決まったかというとそうでもなかったまずやっぱりこの若具体の方が体重が大きいイメージが印象がありましたのでプログラム表記でも1トン50キロファイティングに決まるは1トンうん うーんやはりこれは相手の牛を見てから決めたいというント倉友也さんの意向があっておそらく牛舎に見に行ったのかなでもそこでも対戦を決意したということははいサイズ感まあ今連勝の数字で言えば力丸の方がやっぱ連勝を作ってきてますので勝ち星はそういったことの自信もあって決意をしたんでしょうこれは面白いですよこれは面白い 勝った方は今後重量級のまた1つステップアップなんだったらタイトルマッチの今後ね県にも手にするかもしれませんし注目ですねさあメール届いてますやんばるの牛好き女子さんいよいよ前頭1ヶ月前ですね楽しみな対戦ばかりで何時にお家を出発したらいいのかと今からワクワクですちなみに前回の「琥珀」と「牛若」の時は名護から「 6時過ぎに出ました早朝6時早何時起き前日何時に寝るのうわ早そして今回は前頭前日のナイターも行く予定です久川さんが闘牛アワーで語っていたレイザーが見られるかな今年の闘牛シーズンが始まるのが楽しみですさすがにねまだあのレイザーは今回はやらないと思うけど でも久々にナイター大会いいんじゃないですか、えー、今回はだから前頭大会の前日にも読谷組合と東女組合が合同で開催する、えー、ナイター大会から楽しんででもこれ名古屋から来て2大会すごいっすね6時半ですよ前夜祭は。 前日のナイター大会は終わるの9時そこからお家に帰って翌日全頭の準備してまた6時には出るああしゃびやいでもねまあいい席で見たいというのはうんそれぐらいの決意覚悟を持ってくる人が多いですからただオープンは9時ですよオープンは9時にしか開きませんのでそれは頭に入れておいてくださいお願いいたしますではここで1曲お届けしましょうお送りする曲 ファイティング力丸にかけて何か,かけ音楽かけれないかなと思っていたら「あファイトという曲が出てきましたねいきましょう中島みゆきで「ファイトさあ中島みゆきの「ファイトをお届けしておりますじゃあちょっとそれを BGM にですね、えー、ま,だまだまだ闘牛語っていきましょうさあここからの3番線ですよ タイトルマッチになっていきますタイトルマッチあ軽量級中量級重量級と3大タイトルマッチはいいきましょう軽量級の優勝争奪戦1月3日の正月闘牛大会で虎獣王を破り新チャンピオンになった今やもう闘牛界の軽量級もう若きこのホープと言われているチャンピオン有派創業破棄の初防衛戦に選ばれたのは 現在9連勝中のしんちゃんいいカード組まれたね面白いですよなこれいいっすねまずユーハソーギを吐きこの牛は今まで負けたのは1回だけ。 1>, 1年前の全東闘牛大会で勝山天王に敗れた1敗でもその時の年齢がおそらく4歳とかじゃないかな今が多分年齢が5歳半とかそれぐらいだと聞いてはいるんですけど、えー、私があの衝撃を受けたのは去年の11月無限大力との試合ですよ全頭闘牛大会であの時にもう今まで20分を超える試合とかもう守りに定評があるもうディフェンスに定評がある 無限大力をわずか数分で撃破するというあの力にまず驚いてそしたらそれからわずか2か月後の正月大会では虎獣王に軽量級のチャレンジャーとして挑みあの虎獣王をわずかあの試合どれぐらいやってた ?2 分とか3分で倒しちゃったと、ね、今まで誰も崩すことができなかったのを持たせ込みを力で突破して遊破創業破棄が。 新王に輝いたでその初防衛戦、はい、来た、もう誰もが見たかったでしょうね、しんちゃんですよ、しんちゃん、もう九連勝中です、連勝記録で言えば、今、軽量級の中では、あのー、一番連勝記録作ってるんじゃないですか、うん、すごいね、でこのしんちゃんは直近の4試合はすべて1分台、もうあのー、前回の試合なんか五53秒で終わらせてます。 すすごいですねもうスピードスターの異名を持つしんちゃんとにかくこう右左揺さぶってからの腹取りに持っていくまでの,このスピードが速いこれ、あのー、組み合わせ発表会でもお互いの牛主にインタビューをしたらやはり優派創業破棄としてはしんちゃんの,あのスピードを警戒しないといけないのでしんちゃんのスピードに対し得意の掛け技で掛け止めて試合を作っていきたいとそういった話でした。 で対するしんちゃんはもう,やっぱもういつも通りですね、左右から揺さぶっての腹取り、もうこれでしょう、どんな戦いになるのかなーいやーでもやっぱしんちゃんと遊破創業でしょう、遊破創業のあの、無限大力を倒して、虎十王を倒して上がってきたこの勢いで、しんちゃんはもうベテラン牛なんですが、遊破創業破棄という試合、やはりまだ若いので、なんかあのー、一試合ごとに成長を見せてますし、あの、 もちろん試合もそうですが、年齢を重ねるとともに力もパワーアップしてるし、うん、いろんな技術、力、闘争心というものが、えーもう、なんか日に日に成長しているような、そんなものが見られますね。いやどうなるんでしょうか。王者に対し、ベテランのしんちゃんが挑むという。 構図も面白いですね。普通だとベテランとして君臨しているチャンピオンに新鋭の若手のチャレンジャーが挑むというのが普通はね、よく見られるパターンなんですが、若牛のチャンピオンにベテランの新ちゃんが挑むというこれも面白くなりそうです。さあそして中両、中量級タイトルマッチ。中量級は優勝期決定戦です。はい、というのも 前回の11月の闘牛大会においては黒獣王チャンピオンが、えー、まあ諸事情により大会直前に欠場となって優勝期は連合会本部の預かりということになっていますよって今回は、えー、黒獣王タイトルマッチではありません2頭の牛で決定戦ですさあそして中量級決定戦に出場するのはもう間違いなくこの文句なしで黒獣王が再び戻ってきました王者の称号を失ってからの戦いです ただ負けたわけではありませんこの牛は今12連勝いや13連勝中かはあ,あすごいねまだ負けを知らない黒十王に挑むは2代目武将龍お確か前回の5月かなもう望んでいたんですが確か武将龍ははいタイトルに挑みたいとそういったことをね あの表明していたんですがそのと、まあは多数決などによって選出はされませんでしたが、はい、念願のタイトルマッチの権利、まあ、相手はもう13連勝負けなしの黒十王格上であることは間違いありませんネブ勝利はやっぱ前回の試合でちょっとあの右頭のかな少し負傷したところが懸念がありますが、うん、お互いに武器はいいです、はい、ガンズのタイプ内側に曲がったこの武器この武器を使っていかに相手に意見を刻んでいけるかどうかここがポイントだと思います。ので この打ち合いに注目ですさあ伊波大師の投球ですね。一旦コマーシャル挟みましていよいよこの大会の結びの一番重量級タイトルマッチを紹介していきますさあいよいよ このの対戦の発表はです第120回春の全統闘牛大会の C の1番戦メインマッチです初防衛戦に挑むチャンピオン新力ベイビーチャレンジャーに決定したのが沖縄最重量高花大1王に決まりましたすごいカードです プログラムで見ていきますと新力ベイビー体重が9 8 0キロと書かれていますそれに対する大獣王が体重1 3 0 0キロ3 0 0キロの体重差前回のバブルとの試合でもおそらく5 6 0キロは変わるだろうと言われていてもっとから7 0キロぐらい変わるって言われたかなそれでもかなりのハンデだと言われていましたはい今回はそれをさらに上回ります 250から300キロぐらいの体重差おおこれはどうなるんでしょうベイビーの牛主平田仁美さんも言ってましたが今まではあのー、これだけ大きい牛とは稽古でもやったことがないもちろん試合でもない何からベイビーがどんな戦い方をするのかっていうのは全く未知数だと、うん、ただやっぱベイビーが勝つにはおもう真っ向勝負というよりも やっぱスピードを生かしての戦いでしょうねスピードを生かして腹取り決着第10号はやはりこうなるべく相手が正面から来てくれた方が相性はいいと思うんですけど足を使われたときにスピードに対抗ができるかどうか過去の試合を見ても敗れた試合というのはやはり最後は、ねえー、横に入られての腹取り決着などが見られてますのでさ第10王がこ,こんな対戦ってあんま見ないですね。 いやまずチャンピオンだから、おそらくベイビーが先に入場待機、入場すると思います、あとから第10そうやって入ってきた時の観客のどよめきとか、うん、歓声なのか、早く聞きたいですね、明らかに体格差は変わりますよ、うん、うん。いやー、これの戦いが、どんな感じになるんでしょう、まあ、ベイビーは11連勝負けなし、もちろん、こう、逃げるイメージ。 敗走するイメージというのが。うん、つかない。で、第0号は過去に。あのー、初黒星を植えち大砲。で、その後、た、ええー、統制琥珀。ドル。で、かっしんりゅなどに負けてはいるんですけども、まあ、ここ最近はまた。えー、去年からの。誠突き流戦、えー、で、大臣大力。まあ、前回不戦勝で勝って3連勝。そういった勢いがあるので。 ああどんな戦いになるんでしょうねいやここメッセージも来てます闘牛大好きさん全頭のカードが発表されましたねどのカードも見どころがあって熱いです「新力ベイビー」は高鼻大獣王との体重差をどう攻略するか見ものですねとそうなんですよどんな戦いになるんでしょうで大獣王はあの私の父親高鼻グループ伊波森明の愛牛なので やっぱり私もですねこの父親の牛に勝ってもらいたいという思いはありますが、えー、ベイビーも大好きな牛ですしこれは複雑ですがただ、もう客観的にそういった身内のこととかそういったのを無しなしにで考えるとこれはね、うん、日本全土の闘牛ファンが注目しているカードですよ、うん、ベイビーの戦い方にも注目ですし 大重王が、まあ、ここ最近勢いつけてきて、えー、力で圧倒するのかここねで闘牛大好きさんからこんなメッセージも来ています全島出場牛は沖縄本島産や徳之島産が多い中高原大重王だけ岩手県産の牛なんですねそういうのも分かると面白いですとあでも最近少ないですね前は大体こう重量級のタイトルマッチに挑む牛っていうのは あの岩手さんの牛が多い印象でしたけどねえー、っとまあ東証颯も岩手でしょで重量級だと何がいたかなあ中村自動車元帥もそうでしたイラミナー大進撃とかもそうじゃなかったかな割となんかねうん重量級でタイトル争う牛はなんか岩手産の牛が出てきてるような印象でしたけど そっか最近はそういうことでもないか。おうそうですね。そっか、えー、今回、岩手産の牛は、えー、大獣王だけですね。まあ、産地でいうと、やっぱ徳之島多いですね。徳之島と沖縄本島産、うん。あとは、イラミナスを全身と社長が久米島産か、はい。離島もありますが、あとは八重山産で行くとあ、しんちゃん、うん、が八重山生まれ。お 確かにね、これはあの去年からやはりそういったお客さんの声もあったので、はい、産地を徹底して載せるようにはしております。さあ、えー、春の前頭投球大会、これ見どころ満載です。日時をもう一度紹介しましょう5月12日日曜日母の日です、5月の第2日曜、試合開始は1時12時30分開会式で12時からオープニングのアトラクション、龍神伝説を予定しております。えー、会場が9時 9時にオープンしますで石川庁舎から無料シャトルバスも運行されますのでシャトルバスをご利用くださいで東急場の駐車場に関してはもうこれ関係者、来賓、牛主ですべて使用しますので会場の駐車場は申し訳ございませんがありませんその代わり台数を多くしてシャトルバスを臨時運行します。で今回 あなたの試みですよなんともうシャトルバスを皆さんに乗っていただきたいそれによって路上駐車をなくしていこうということでですね、はい、シャトルバスを利用した人を対象に抽選券をお配りしますシャトルバスを利用した方に抽選券をお配りしますで試合の合間お楽しみ抽選会やります、はい、風切り戦終わったら1つの商品 9番線終わったらまた1つの商品8番線終わったら1つの商品こういうふうに、えー、抽選会を行いますなのでシャトルバスで来た方が絶対いいです今ね言えるのはまず各酒造会社から泡盛りの提供の話をいただいておりますしえー、っとね今また交渉中でおそらくユニオン商品券はいであと旅行券という話も出ていますし えー、アンサー沖縄リゾートさんからもランチ券など、はい、いろんな商品提供、あ今日はお休みですが、豚のお姉さんラジオもこの間、あんだかしーひ1ケース提供という話もありました、多くの皆様からですね協賛、えー、いただきまして、これを、はい、シャトルバス利用者の方にですね抽選でお配りします、旅行券もありますよ、はい商品券もありますよ。こういったのを今協賛 大絶賛募集中でございますのでまあみんなでね全頭というのはやっぱ3000人以上の集客がありますいい大会にしてやっぱやってよかったなって思わせる大会にしていきたいので皆さんご協力お願いいたします さあお送りしてまいりました伊波大石の闘牛列伝お別れのお時間ですこの番組はプティフール闘牛ショップ牛の島菊原工務店徳之島居酒屋いよいよい各社の提供でお送りしましたこのあと「豚のお姉さんラジオ」は今日はお休みということで音楽でお楽しみくださいここまでのナビゲーターは沖縄県唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大石がお届けしましたそれではまた来週